こんにちは、紹介者です。今回はレゴ忍者GOのイベント忍者チャレンジに参加いたします。まもなく公開されるレゴ忍者GOザムービーの世界観が体験できるということで、ですね、今回息子と一緒にね遊んでいきたいと思います。はい、雨めっちゃ降ってるあいにくの雨だね。ちょっといっぱい降ってきたけど頑張ろう。じゃあ僕から、今日は雨の中お越しいただいてありがとうございます。短い時間ですが楽しんでいてください。ではよろしくお願いします。皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。頑張りますよ出身じゃねえかよ忍者チャレンジとは、目覚めろ君の忍者を掛け声にみんなで立派な忍者を目指して街を守ろうという、はあ、みんなに修行にチャレンジしてもらうイベントなんです。なるほど。そうなんです。いろいろなところにある忍者チャレンジ、皆さんぜひ挑戦してみてくださいね。ぜひみんなで一緒に作れていきましょう、ね、ありがとうございます。チョキさんいかがですか。悔しすぎてこうやめろせーの、忍者はい、では午後、イベントが始まります。まずは忍者チャレンジの始まりの登場。はい、はい、なくさないようにね、後でまた説明があるからね。はい、どうぞ。裏にも顔ついてるし。はい、本日はレゴ忍者GO忍者チャレンジのイベントに来てくれて本当にありがとう。で、今日はね、君たち新米忍者の先輩として今日は修行の、ね、極意を教えに来たんだよね。で、みんなちなみになんだけど、レゴ忍者GO を知ってるよってお友達いる？はい。さすが皆さん、はい、いつも見てる。ありがとうございます。さあ、そんなね、今日はレゴ忍者GOのかっこいい仲間たちを紹介するね、はい、忍者GO！俺は炎系忍者のカイ、はい、悪いやつは絶対許さない。よっしゃー、燃えてきた。みんなよろしく。オラは大地系忍者のコリ、腹減った、なんか食わせてくれ。でもバトルは負けねえぞ、悪いやつはこのオラがぶっ飛ばす。俺は稲妻系忍者のジェイ、ジョークとおしゃべり大好きなみんなのアイドルジェイだよ。メカイジにもビリビリと任せといてよろしく。私はアイス系忍者のゼンです。計算とデータ分析が得意な忍者ロイド、それと歌も得意なんですよ。ハローマベイビー、ハローマハニー、陽気に踊ろうよ。皆さん本日は頑張りましょう。私はウォーター系忍者のニャーよ。女の子だからって甘く見ないでね。お兄ちゃんのカイにも負けないんだから、みんな私についてきてね。僕はロイド、伝説のグリーン忍者として仲間をまとめる立派なリーダーになるために毎日修行しているんだ。みんなよろしくね。俺たち6人で忍者ゴーシティの平和を守っているんだ。忍者に任せておけば怖いものなし。よー、してるみんな。それじゃあみんな行くよ。わかりました。いいわよ、忍者ゴー。お主たち、よく集まってくれたな、グズ先生。ああ、みんな、この方は僕たち忍者の師匠、ウー先生だ。わかっておるな。厳しい修行と強力な目かなしでは悪の帝王ブラックガーマドンは倒せず、己の中にある勇気、諦めない心、力を合わせる気持ちを見つけ自分のメカを手に入れるのじゃ。さすればブラックガーマドンを倒せる忍者になれるはずじゃ。勇気、諦めない心、力を合わせる気持ち、めっちゃ強いメカ。それが揃えば父さんを倒せる。みんな準備はいい？行くよ、忍者。はい、じゃあ次がこれね、外エリア、ロイドのドラゴン。おー、はい、来た。忍者チャレンジの、フォトエリアですね、ロイドのメカドラゴン、かっこいいね。
じゃあ行ってみようか。このまままっすぐ進んで先輩忍者のお話聞いてください。はい、ここは写真が撮れるんだね。かっこよく撮れるかな。からじゃあこのこれとねこれをロイドに付け加えてあげて。そう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 。あ、そこか。そこか。あ、じゃあみんなにヒントもらいに行こう。みんなにヒントもらいに行こう。どうやって付けたって。じゃあ付け方わかんないから教えてあげて。首をまずここ外して、でこう付けるの。ついた。お、いいね。がつけて。おお、できたね。で、これを回すと。さあ、みんなロイド一緒に。はい。よし。じゃあ、次行こう。次にこんな感じで。おお、かっこよくね。こう、本当は手前にはドラゴンがあるんだけど、ね、こういう風にかっこよく合成みたいになってますね。と、始まりの道場から、フォトエリア。で、次が忍者チャレンジのメカエリアですね。はい、行ってみたいと思います。はい、最後メカエリアにやってまいりました。一人で作るの。さっきの人形とセットでさ、ね、かっこよくなるんで。はい、お預かりします。水色です。お願いします。ありがとうございます。青ですね。でこれ組み立てるとニャーができます。で青だからこれですね。スタンプ押します。ありがとう。おい、ロイドっていう最初もらったやつの武器になるからね。よろしく。じゃあ空いてるところでこっちにしようかな。はい、じゃあすいません、ここで。はい、お願いします。これがさっきもらったやつの武器だって。できた。かっこいいね。どう、初めてのレゴ忍者号。いつものレゴと違う。うん、あ、そっか。楽しい。こっちの方が面白い。今度買ってみようか。ね、これキャタピラー難しいね。大人でもちょっと難しい。さあ。そうね。こうしてどこにつけるの。ここに最後のまま、このままで、この丸いのが上に来てるんですよ。できた？おー、すごいじゃん。らしいの？違う感じがね。うわ、すごい。見せて。かっこいいじゃん。後ろも見せて。下も？すごいね。よくできてるから。ねえ、みんな。でかっこいいね。はい、ありがとう。ありがとうございました。じゃあ3階の方で。はい、じゃあ 3階だって。3階スタンプ3つ完成したよって見せるんだって。はい、お疲れ様でございます。お疲れ様。よく頑張ったね。どうぞ。でこちらの景品です。ちっちゃいからなくさないでね。子供猫のためだからね。どうしようか。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、武器だ。さっきのやつに渡せればいいね。え、すいません、作りたい。これ最後がショップってさ、もう超ねだられるルートだね、これね。はい、ということで、レゴ忍者 GO の忍者チャレンジ終わりました。これできたね。かっこいいね。簡単だった。なんか今度買ってやってみようか。はい、ということで、レゴ忍者号のイベント、忍者チャレンジでした。ということで、レゴ忍者号にね、ハマっちゃったのね。楽しい？楽しい。